神田沙也加の父親が遺体と対面した。マジか。どうなんだろうね。なんか、相性なんか、高いところから落ちたんでしょう。まあだからその飛び降り自殺かもしれないって言われてるけど。まあでも別に自殺だろうが自殺じゃなかろうが、高いところからやっぱ落ちてるわけじゃん。どうなんだろうね。なんていうの、だからそのぐちゃぐちゃとかにある程度なってんのかどうなのかっていうのがあるじゃん。どうなんだろう。ぐちゃぐちゃまでにはなんないのかな。22階から14階。8階の高さからってこと。あと落ちたところがどんな感じのところかにもよるしね。どうなんだろう。まああとどうやって落ちたかによっても変わるとは思うんだけど。なんて言うんだろう。なんか、体から落ちてれば、まあ基本でも、人って多分頭から落ちると思うんだけど、頭から落ちてたら、ちょっとやっぱ、無残な感じになるのかな？どうなんだろう。雪がクッションになったって思うとこあると思うんですよ。顔がぐちゃぐちゃとかなってたらちょっときついだろうね、やっぱ対面するのも。いや、ただでさえきついじゃないですか、そんな。ただでさえそんなね、自分の娘と、その娘の遺体と、やっぱ対面するのって多分相当きついだろうから、精神的にさ。それで顔までぐちゃぐちゃって言ったら、さらに追い打ちのダメージじゃないけどさ、かなりきついよね。あと、まあちょっと言い方悪いかもしんないですけど、神田沙也加ってめっちゃ可愛いし綺麗じゃないですか。言い方悪いよ。言い方悪いけど、まあ正直そんな可愛くない子とかで、まあ別に、その人の命を別に冒涜するとかじゃないんだけど、あんま可愛くない子よりも、言い方悪いけど、可愛い子が亡くなってる方がなんかやっぱりもったいない感っていうかさ、やっぱそういうのあるじゃん。正直ね。神田沙也加ってめっちゃ綺麗だし、めっちゃ可愛いし、なんかやっぱ、なんていうの、可愛く生まれたのにもったいないっていう、やっぱさ、まあ別にブサイクなこの命を軽視してるわけじゃないんだけど、でもやっぱ、そういうとこあるじゃん、世の中。やっぱ可愛いのにもったいないな、みたいなのあるじゃないですか。結局、救急車で運ぶっていうのは、まだ助かる見込みがあるかも、みたいな、状態じゃないと確かに輸送しないか、救急車で病院まで無理だとっていう状態では救急車で運ばないか。そっか、じゃあそこまでぐちゃぐちゃではないのか。 いや、もったいないよね、ほんと。あんな可愛く生まれてね。まあ、はっきり言って生まれた時、めっちゃラッキーでしょ。ラッキーっていうかまあ、ねえ、めっちゃ恵まれてる環境で育っ、まあ、わかんないけどね、有名人には有名人のきつさってあるかもしんないけど、まあ、松田聖子の娘だとか言われて、本人からしたらそれが多分嫌な部分もあったかもしれんけど、でも間違いなく一般家庭よりもさ、まあ、傍から見てるからかは分かんないけど、絶対恵まれた環境で生まれたと思うし、育ったと思うし、あともうそのね、なんだろう、その容姿もね、やっぱすごい可愛いし、綺麗だし、まあ、はっきり言ってすごい恵まれてるような気はするのよ、傍から見たら。その恵まれてる環境を、まあ、なくなっちゃったらもう何もかも無になるわけだから、飛ばないか。そっか、じゃあそこまでぐちゃぐちゃではないのか。
いや、もったいないよね、ほんと。あんな可愛く生まれてね。まあ、はっきり言って生まれた時めっちゃラッキーでしょ。ラッキーっていうか、まあね、めっちゃ恵まれてる環境で育っ、まあ、わかんないけどね、有名人には有名人のきつさってあるかもしんないけど、まあ松田聖子の娘だとか言われて、本人からしたらそれが多分嫌な部分もあったかもしれんけど、でも間違いなく一般家庭よりもさ、まあ、旗から見てるからかは分かんないけど、絶対恵まれた環境で生まれたと思うし、育ったと思うし、あともうそのね、なんだろう、その容姿もね、やっぱすごい可愛いし綺麗だし、まあ、はっきり言ってすごい恵まれてるような気はするのよ、旗から見たら。その恵まれてる環境を、まあ、なくなっちゃったらもう何もかも無になるわけだから、ほんともったいないよね。あんな可愛く生まれてんのにさ。で、まだ35で若いし、十分可愛いし綺麗だしね。こんな世間ではチヤホヤされますよ。有名人だし可愛いし。はっきり言って多分人生、多分ね、楽しく生きようと思えばいくらでも楽しく生きれたと思う。まあ、なんかね、有名だからこそ、本能と意志っていうのがあるんですよ。人間には本能と意志っていうのが共存してんだよ。で、基本的には本能が勝つようにできてる。いや、違うな。本能と意志っていうのが二つともあるんだけど、常にね、人間には。で、物にもよるんだけど、その本能の種類によっては、その本能が圧倒的に勝つ時があるんですよ。のじゃないですか。でもその意志、人間の意志で、その、なんだろう、まあ、そこを抑えられる人も、状況にもよると思うんだけど、いるけど、でも人間がその生きる、まあ、自分の性に対する、生きることに対しての本能ってもうこれ、相当強いものなの。多分人間の本能の中で一番強いと言っても過言ではないと思う。自分が死ぬかもしれない状況っていうのは、その、もう自分で脳でこう判断して察知して、それを、めっちゃ防ごうとする、その本能ってめちゃめちゃ強いのよ。この本能ってめっちゃ強いのよ。猿のって、ほんと稀だとは思うよ。だって人間さ、長いこと生きてたらさ、一回ぐらい死にたいなとか思う人って絶対いると思うのよ。ほとんどの人が多分死にたいなって一度は思ったことあると思う。でも結局その本能、その意志って本能に勝てないじゃん。まあ別に勝ったからいいってわけじゃないんだけど。そう。人間にはいろんな本能あると思うけどね。死んじゃいけない、生きようとする本能ってめちゃめちゃ多分人間の本能の中でも一番強いもんだと思う。三浦春馬からなんか芸能人の自殺が流れきてる。いや、どうだ、それはわかんないけど。そう、生存本能みたいなやつだよね。そうそうそう。ちょっとトイレ行ってきていいですか。ちょっとトイレ行きたくなってきた。コーヒー飲んでるからトイレ近いな。あと人間の体の作りというか、まあそもそも生き物の体の作りだと思うんだけど、その生存本能というものがあって、死んではいけない、生きなきゃいけないっていうその本能がちゃんと勝つようにちゃんと体ができてるんですよね。で、死ぬようなことって苦しかったり痛かったりするじゃないですか。怖いとか、死ぬことは痛いとか苦しいとか怖いとか、そういう信号を出すようにできてる。生きなきゃいけないっていう本能があり、そしてそういう風に死ぬことはそういうことになるんだよっていう風にできてる人間って。
そう、痛みとか恐怖とか、そう、そういうもの、本能とその痛みとか恐怖とかそういうものに打ち勝つだけの死にたいっていう意志って多分並大抵のもんじゃないと思うよ、本当に。まあ時にはなんかその自分の意志に反するような、なんかそのなんていうの、勢いみたいなのもあるかもしんないけど、もしかしたら勢いっていうか、なんていうの、その場のなんていうんだろうな、まあその場のノリでもないけど、なんて言ったらいいんだろう、まあ勢いというかさ、なんていうんだろうな、なんて言ったらいいんだろう、ちょっと言葉が見つかんないですけど、まあ、その場の衝動みたいなもんというか、あ、多分トイレ出たな、ちょっと行ってくるわ。あのポイントじゃねえや、あの決済手数料が加盟店からもらえるから、認知してもらって使ってもらうことに価値があって、その人の個人情報に別に価値があるわけじゃないからね。個人情報抜かれるとか言ったらアホはアホでしょマジで。円に現金化できんのやろ。なんかビザカードが使えるところだったら、ビザ加盟店だったら使えるとかなんとか言ってたような。そうだとしたらまあ一応現金化もできなくはないんじゃない、間接的に。うん、やろうと思えばだけど。まあだからビザ加盟店で換金性の高いもの買って、それあの売りに行けばいいだけだからね。うん、やろうと思えば現金化もできなくはない。はっきり言って500円とかだったらそこまでやる価値ないと思うけど、10万とか5万10万当たった人はね、やろうと思えばできんじゃね、現金化もそれなりの換金率で。まあ、もしビザで、ビザ加盟店で使えるんだったらの話だけど。500ポイントじゃちょっと厳しいね。うん。まあ、500ポイントでもその時の状況によって現金化できなくもないけどね。
完食。だからもしビザ加盟店とかで500ポイント500円を換金したいんだったらやろうと思えば、だから今多分任天堂スイッチとかの有機モデルとかだったら多分ほぼあれでしょ、それが買えたらだけど、まあでも有機モデルがやったら結構簡単に買えるじゃん今それなりには。で多分あの本当定価ぐらいで買い取るとかあるから、高く買い取るとこは。だそれを500ポイントだけをそのポイントで払って、残り現金とかカードで払って、でそれを売りに行けば、まあ一応500円分ぐらいはほぼほぼ 100% とかで換金できなくはないんじゃない。もう今のその状況だった、その時のそのほらそういう換金できるものがある相場にもよるからさ、今の状況だったらその500ポイントが配布された時にそういうなんていうの、換金性のあるもの、交換金でできるものがあ、どんだけあるかによるけど、細かいこと言うとね。まあでも500ポイントぐらいそんな換金したいなんてさ、なかなかいないんじゃないですか。PS5 とかね、買えたらね、むしろその 100% 以上で換金できるけどさ、今だったらね、買えたらの話だけど、 PS5 今のこの状況で。じゃあトイレ行ってきます。どうしよう、行こうかな。でも行くのめんどくさいんだよな。あ、まあいっか、でもまだ耐えれるか。いやでも行こうかな。トイレどうしようかな。行くのがめんどい、どうしよう。どうしましょうかね。実際そんな行ってもあれなんだけど、いやー